どうしたの？そんな真剣な顔して。お、柿崎さん、 SNS に初ライブへの意気込みをアップしたいんだけど、なんだかいいことが書けなくて。どれどれ。やっほー、特大びっくりマーク、みんな元気でやってる笑顔。僕は最近初ライブマイクに向けてレッスン、音符マーク、頑張ってるところドキドキ顔、でもやっぱり初めてハートのことにちょっとナーバス涙になっちゃったりして焦り顔。みんなにライブに来て応援してほしいな。マイクハート満面の笑み。絵文字が多くて読みづらいな。これが噂に聞くおっさん構文か。え、そうなの？俺いつもこんな感じでメール打ってるよ。気持ちがこもってるのは伝わるから、そこはいいと思うよ。元の文章を活かしてもう少しスマートにしてみようか。そっか、なかなか難しいんだね。絵文字とかいっぱいあった方が可愛いと思ったんだけどな。例えばこういうのはどうかな。やあ子猫ちゃんたち、最近は気温の変化もあるけど体調はどうかな。元気で過ごしてくれてたら嬉しいな。俺は今初ライブに向けてみんなに最高のパフォーマンスを届けるために毎日トレーニングをしてるよ。会場で会えるのを楽しみにしてるね。こんな感じでどうかな。